とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この装備、使っていきたいと思います。ワイルドボーイの覚醒武器、ブルーピストル。だね。攻撃力は低いけども、スキルを使っていけば、今装備してる武器と、変わらない。むしろ若干高いぐらいのダメージが出せます。まあ、遠い敵にダメージが上がるんで、近くに寄られるとダメなんだけどね。まあ、このスキルだったらば、黄昏乱れ打ちの方がダメージは与えやすいかな。まあ、とりあえず、この編成で行ってみたいと思います。行きましょう！今回はね、犬特命隊、来ました。道中使ってみてね、ちょっと微妙かな。微妙。やっぱ敵がずっとね、遠くに行ってくれるわけもなく寄ってくるんで、どうしてもね、火力が落ちるのよ。なので、そんなにおすすめできる装備ではない。全然おすすめはできないね。でもまあ、見た目はね、まあまあいいかな。見た目はこれ青い球が出るんで、人と違うなっていうのは分かるんだけども、でもこの銃の攻撃が若干分かりづらいのよね、エフェクトが。なので、これはね、好んで使うものでもないな。もうちょっとさ、この黄昏乱れ打ちとかが色がね、青くなるとか、そういうんであれば全然良かったんだけど、あおっしゃってぬるぬるの前に倒したかったけど、しゃあないね、しゃあない、しゃあない。必殺技のエフェクトまでね、変えてほしかった。そこぐらいまではやってほしかったな。必殺技の色がね、そのまんまなのよ。そのまんまなんで、そこさえクリアすればすごくかっこいいんだけどね。危ねえ。まあ倒しちゃいましょう。で、必殺技はやっぱりね、この黄昏乱れ打ち、もしくはまあほぼ使わないけどバウンスグレネードが合うね。ワイルドアクトはどうしても火力出すためには近距離で撃たなきゃいけないんで、あっちの方はレッドリボルバーか、バケーラの装備の方が合ってる。このブルーピストルの方か、こっちの方は全然ね、黄昏乱れ打ちが合いますな。はい、やっぱちょっと微妙だわ。必殺技のエフェクトの色が変わってくれないとちょっとね、使う気になれないね。まあまあこんな感じです。はい、ということで、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。